こんにちは、大友潤です。今日も Vlog ご覧いただきありがとうございます。前回 LSK 写真展に行ってきたっていう動画をね、上げさせてもらったんですけど、それを機にね、チャンネル登録してくれた方々もたくさんいらっしゃって、本当誠にどうもありがとうございます。4月の20日にですね、もう一度 LSK 写真展に行ってきました。いつもの BSM のメンバー仲間内と、写真展を巡ったりとかしながら LSK 写真展にも行ってきたっていう動画になるんですけど、そこで一つね、僕すっごい嬉しいことがあって、夢が一つ叶ったんですよね。カズチャンネルのカズさんっていう YouTuber の方がいらっしゃって、あの方が本当にこう昔から好きで、あの方の DIY の動画を見たことがきっかけで、瀬戸さんを知ったりドリキンさんを知ったりっていう風な流れになっていくんですね。なので僕はカズさんという人をすっごい尊敬してて、すっごい昔から大好きな人で、一回だけでも、人生で一回だけでもいいから会ってみたいなっていう人だったんですよ。でその人に4月の20日お会いできたので、その嬉しいっていうね、日だったので、それをちょっと皆さんにもね共有したいっていうか、はい、見ていただきたいなって思ってます。ちょっと長い動画になっちゃうかもしれないんですけど、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。新しいやつです。旧世代、新世代、初期型と、そしてうささんです。すっさんです。こんにちは。こんにちは。今日突然始まる。今日は何でしたっけね、1回行くんですね、はい、写真展巡り、写真展巡りと、はい、ことを多くしたらなと思います。 LSK、 そうです。最後 LSK ですね、はい、よろしくお願いします。なんか随分いいカメラお持ちですね。これってこれはサントさんです。あ、サントさんです。あ、びっくりした。買ったのかと思った。いやいやいや。あ、ケンタさんから。そう。ウサさんに。あ、そうなんですね。暑くなりました。おトイレっていうことになりました。はい、あ、こんにちは。トイレが残ってます。2枚不思議な写真が。ギャラリー4階バック。いいのかな。え、あ、いいんですかね。はい、お邪魔します。先生、ありがとうございました。いえいえ。初めまして。カメラを撮ってくる。あ、そうです。初めまして。そんなことしたら、こんなこと撮れるわけないでしょ。2回驚きました。この間いろいろ教えてもらったんですよ、神職で。で、なんかその自分の過去の写真を見ることがすごい大事だっていう話をされてて、でそれで入れ替えて、このグループが合うなとか、このグループが合うなとかってこう組み替えてひたすらそれをずっとやっていくってこうおっしゃってて、ずっと過去の写真は必ずよく見えないでしょ。時間がかかって見つかるの結構ある。例えばこのカラフルみたいですか、一本一本調整するんです。一本一本、このシワをこのカバンのこのベルトがいいですか、はい、カバンのこれ全部調整して、あ、ベルトカバンの中からまたこの携帯とこのアクセサリーを入れて別々に調整する変な感じで違和感はないですよね。全然違和感ありがとうございました。すいません、失礼します。楽しかった。ジュンさん、こんにちは。はじめまして。はじめましてですよ。はじめましてですね。全然、はじめまして感が全くないですね。ジュンやって申します。ジュンさん、背高いですね。ありがとう。無駄にでかい。いや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 。圧をかけます。圧かけますか。あんまグッといっちゃっていいのかな。ちょっといきますか。
小木さんこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はだいたいぶら下げてる人はバックスペース勢だ。そうですね。7人で今日来ました。ああどうもそうか。会えましたね。ご久しぶりです。なかなかご無沙汰してます。なんかドリキンさんのサインがあの写真集に。あやりますやります。そうかそうです。丸さんの働き者っぷりやばいですよ。こんだけま丸々働いて。働いてなんか重ねてね。そうそうそう。200万以上使う。トさん何冊使いますか。一冊作った。チキもね買っていただいて。チキも欲しい。チキも。丸さんの新しい就職先は LSK。就職先無償ですけど、ひたすら働くのは働くほどお金が吸いちゃう。怖い怖い。一方向の世界です。我々が吸い取ってる感じじゃないですか。でも何かに関係されてる。ここは健全です。そう、満足感がすごいあって、で赤バッジもないんですよね。この間触らせてもらったんですけど、テクスチャーがもうこれにやられた。全然カー違うの。安チールにもいいな。あ、はい、今 LSK、 はい、LSK 写真展に来まして、で今ショートコースの、 あのなんだっけ、フォトウォークをもう一回皆さんでやろうと思います。よろしくお願いします。ちなみにこの T シャツ誰も気づいてくれないんですか。ライカだ。ライカ、去年のミーティングのやつ。本当だ、ライカの T シャツ。どこで買ったんですか。行ってきました。すごい。今フォトウォークで歩いてるんですけど、あの前回ちょっと光一さんと僕で2人でフォトウォークして、その時に結構ね光一さんにマップ持ってもらって、光一さんにすごい案内してもらっちゃったんで、今日は僕が皆さんをご案内してます。覚えていればだけど。上村食、上村食堂じゃないや、ASK 写真展に戻ってきました。間違えちゃった。プチさん、写真選び中です。悩んでます。今 LSK の写真展で夕方になってきてます。カレーを皆さんで食べようということで今から食べます。平米単位でいうとここがこの今高い単価でいうと楽しい平米。写真カレーです。写真その人ご紹介を、はい、今回の、ね、写真集の西田さんからご紹介を、はい、ですね、皆さん、私は紹介させていただきます。我々の今回写真展と写真集ですね、写真集の、NSK フォトークデイ1、そして並びデイ2ですね。まあ手前味噌ながらその我々の私の写真集などを全て印刷していただいている山田写真生山田康友と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡野さんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらもですね、山田写真生山田の素晴らしい構成者の印刷でこうやっていただいておりますので、今日お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。自分で写真集出したい人は後で見えてください。お待ちしております。最高に最高にってやってください。本当に素晴らしい印刷会社です。はい、はい、お待ちです。限定3名で。じゃあ、あの山さんに向こうで召し上がってください。はい、ちょっと待ってください。はい、もうで今日のディナーはですね、南インドカレーのフルコースなんですが、後でちょっとシェフをご紹介しますけれども。もう東京中の南インドカレーの美味しい店を食べていただいてですね、もうスパイスから材料から何まで全部一からこだわった、僕南インドカレーほぼ食べ歩いてるんですけど、今日以上に美味しい南インドカレーはないと思います。なので写真とカメラについて語り合いながらゆっくり召し上がっていただきたいと思います。さっさん、一言。ちょっと先ほどからあのサインを書いてるんですけど、はい、あのさすがに笑えるやつが何もいません。あのカレーも楽しめると思いますし、はいはいはい、最後のこれもね、なんか
罰ゲームじゃない。なかなか当たり外れないやつもあるんです。当たり外れがあるっていうのがまた楽しいんじゃないのかなと、うん、食べても美味しく、はい、最後もね、あの喋っても楽しく、そしてプレゼントも楽しくということで、はいはい、3つ美味しいということでいろいろ楽しんでてください。これ受けるランダムに配りますけど、あの交換会 OK ですので。あ、なるほど。そういう、それでコミュニケーションになります。そうそうそう、カレーのように混ぜていただく。なるほど、思考になる。すみません、コラボですね。はい、あと、まあ皆さん顔をあの大体あの知ってると思うんですけど、今日は和也さんが、おお、せっかくなんで ASK メンバー一人ずつ、はい、あのご挨拶をするという理由でちょっと場をつないでいただけるので、はい、山千恵さんからお願いします。はい、ちょっと立ってからの、はい、いい感じのやつ、はい、ちょっと好きな時に、はい、はい、いや、つねです。あのカズチャンネル の, あの編集の方やらせていただいております。皆さんよろしくお願いします。あの最初に一番最初お会いしたのがって銀座の大丸でおカズさんと、その今ドリキンさんがちょうど来てるかなということで、あの僕最初こう2人で会うっていうのを聞いてて、で僕いいですってさすがにちょっと恐縮してたんです。やっぱちょっと邪魔にしたらダメやなって。で一緒についてって、でそれからこの感じなんですよ。だからあのなんていうんですかね、やっぱり人の出会いってやっぱり素晴らしいっていうふうにもやっぱり思ったし、それをつないでくれたやっぱライカって最高やと思います。多いな。さらに言えばそのフレンズが娘さんと、ま、僕が会って、その後 LSK メンバーで会おうと思ってたんだけど、はいはい、だしょうがないから西田さんも会いたそうだから紹介してあげようかなみたいな感じで、はい、紹介してあの場で一緒になったの、はい、ね、そしたらもうなんか俺らマブダチになりました、ね、ちょっと待ってよ。先日ね、僕があの僕ら新 LSK のユニット誕生みたいな感じの動画を出したんですよ。先週ですよね。先週ぐらいに3人でお昼ご飯食べながらね、どうなってんだろう。それのタイトルを見たドリキンさんが激怒し激怒して、今日会うな会うやいないや、何ですからの動画まで僕を差し置いてあんなに楽しそうにするのはおかしいでしょ。納得いかないか、ちょっと女子感ある。ちょっとどころじゃない、ちょっとどころじゃない。というか、ドリキンさんがちょうどいない日ですよね。そう、ちょうどいない日ですよ、仕事でね。ずっと待ってたんですけど ね食べずに。ずっと待ってたんですけど、うん、もうそうそう。あ、それは僕がね、それは失礼しよう。あれ、NHK は今日解散。そうだ。本当にありがとうございます。なんてことで、そうです、よろしくお願いします。最後のディナー、何楽しみだと思う。新生 SLK になってね、3人でやってんだ。それやったら完全にやばいなんかバンドみたいな。一旦解散しようって言って、音楽性の違い。ね、閉店セールみたいなのやっといてね。で、半年後に復活。そう。やりそう。それ面白いし、ね。全然ありますよ、本当に。いや、それ良くないっす、うん、みんな仲良くしますよ。はい、いや、僕もね、ちょいらおしろしろ、いいことでございますから。じゃあ、カズさんお願いします。はい、僕ですか。やべ、何も考えてなかった。さっきまでもう完全燃焼してしまいました。ちょっと待ってください、はい、僕よりいいやつお願いします。はい、そりゃそうですね。そりゃそうですよ、当たり前。僕のボスですから。いや、もうちゃんとしてやろう。僕のボスは、あの、まあ、みんな楽しんでくださいっていうのと、頼むからこれメルカリに出品するとき出品するとき数前提500円はやめてください。そうね、あの僕ら傷ついたことあるんですよ。あのカズシールが150円で売られてたことセオリオムが大切、はい、うん、それはともういい勝負してるやないかということで、出品するときはあの5000円ぐらいで参加です。じゃああとは出さないででしょ。出さないではそうなんですけど前提なんで、はい、あとはね、あのやっぱこの場に集まったらみんなやっぱ 初対面でも楽しく喋ることできると思いますので、まあ、ぜひ同じテーブル席、そして僕らも多分ちょこちょこ遊びに行くかと思いますので、はい、またその時仲良くしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、僕のいいの
お久しぶりです。今日は私が、はい、一瞬 FP 買いましたって見せかけて、やっぱカメラマンはなんかね、はい、すごい。ちょっとこれみんなで写真撮らせてください。3、5、4、3、2、1、イエイ。どんな箇所の箇所箇所、本当はっていうか、僕は最初から明日帰国なので今日が最終日だったんですけど、これまた昨日の話なんですけど、連絡がうまく僕のスケジュール調整が伝えられてなくてですね、このディナーの告知には今日明日僕が参加することになってますけど、うん、実は今日だけっていうことで、今日お会いできた皆様が本当にラッキーかどうか分かりませんけども、明日はお会いできないので、ぜひその今日いろいろお話しさせていただければと思います。でそれを昨日の夜伝えたところ目がマジで見たことのない目でちょっと一瞬ゾッとしましたなのでみんな良かったっていういい記憶になるように頑張りたいと思います。頑張ります。はい、どう、僕は今日ホストなんで、いやいや、でも僕は一言も、あ、そうですか、はい、本当に皆さんありがとうございます。もうね、こんなこのディナーをやることが僕のゴールだったんですけど、やっぱりとにかく原価とかいろいろ材料がかかる中でだんだん値段がかかっていってしまうんですよね、うん、いや本当にこの金額で皆さん来てくれるのかと本当に不安で、うん、まあ、ここにいらっしゃった方々本当に選ばれし者たちということで、このメンバーでゆっくり語り合っていただいてですね、はい、でこれだけの経済力がある方々ですから一人一台新しいライカを5個やった今日は楽しんでください。よろしくお願いしますぜひ今日本政治について、こんばんは。こんばんは。まあ、僕チャンネル複数やってまして、まあ、メインでやってるチャンネルは、まあ、時事問題とか、まあ、最近のその何ていうか政治状況だったりそういう話題を取り上げているんですけども、まあ、一方でカメラですとかガジェットめちゃくちゃ好きで、昔からカズさんのチャンネルとか、まあ、ドリケンさんのチャンネルとかすごい見てまして、で最近、まあ、ライカ来てるなというところで、まあ、いくつか自分の中でこう、まあ、噛み砕くという意味も込めて動画アップしてたら、まあ、西田さんから連絡いただきまして、ライカ見に行きませんか、赤髪です招集令状が行きませんかっていうので、ああじゃあちょうど明日東京行くんで行きましょうっていうことで行って買ったっていうそういう流れがありました。ただこのやっぱり200万円のパスポートを手に入れたことによって、まあ、今日この場に参加してくださいよ。昔のなんかゴルフ券みたいなライカっていう会員券を手に入れましたので、今日は皆さんと楽しく語り合ってみたいなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。また僕から、はい、では皆さんこんばんは。こんばんは。まずはお金持ちの皆さんようこそそうですまずはそこから御礼申し上げます。ですね、おそらくは今日皆さん、まあ、ある程度カメラとかこうちょっと 見せられるでしょ、見せてみて。どんな感じになってるのかなと。やっぱカメラトーク、フォトトークになると思うので、ライカ Q2、Q、やっぱライカも結構多いですね、皆さん。いや、ふるったかいですね、これ。ふるったかいなんですよ。いやいやいや、なかなかいい感じ。なので、なかなかカメラ出せんぞ。なかなか出せんぞ。逆にね。なので、まあ、まさに、まあ、ライカからカメラから写真のこと、で、美味しいカレーを食べながら、まあ、そして我々ともお話しつつというところで、なかなか面白い夜になるのではないかと。思っております、ね、まあ俗に言うとやっぱり今って物体験もフォト体験もどんどん変わってきてる中ではどういう経験ができたかが写真家さんとカメラ買って終わりになってこのカメラを使って何をするかとかどういう仲間と集うかってことになると思います。ぜひとも今日は美味しいカレーそしてカメラのこと写真のことを、まあ、もう皆さん仲間ですから今回のテーマがみんなが LSK というテーマでやらせていただいてますしその理念も含めておそらく今日最高の夜になると確信しておりますので皆さんもぜひとも楽しんでいただければと思ってよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さんお席に一つカレーを投入しますのでいやー素晴らしい。おっ倍賞マークついた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 もうできる前に食べたきます。美味しそう。紙に食べ方とか種類とか書いてあるんですよね。なるほどね。
楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当に何から何まで良かったです。大都会で人も集まりやすくそして何よりこの立地デザインありがとうございました。ぜひ今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。おかわりをもらいます。ありがとうございます。すいません。いや動画ですよ。バチバチエリアいっぱいあるんで。この1テラの SSD でどうせ40分しか撮れないことに気づいたんで。そうか。もう予備バッテリー壊れたんですよ。今2本目ですけど、まだ半分の2本目ですけど、もう30分くらいで撮ってます。なるほど。撮れるのも。本来すごい安い気になってて、冷静にかけたら25万ぐらいするわけじゃないですか。やばいやばいと。三角おかしくなってる。やったその話になりました。デジモンカードライカーも買います。シェフの小川さんです。お疲れ様でした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 。重いなるぐらい。でも最高でしたよ皆さんね。美味しかったです。本当はお店を出したいんですけど、本当に身を削ってしまうので、はい、お店を出すと大変なことになってしまうので、これを機に、ね、こういったまた会いましたときに、ありがとうって。お疲れ様でした。ありがとうございました。私自身がちょっとアレルギーがたくさんあって、食べられたの小麦乳製品頼ったね。これを使わない南インドのじゃあまだあと20分ぐらいあるから皆さん、はい、そうですね。あとはドボンとか手に渡ったんですけど、ああそうですね、お話しさせてください。ドボンと手に、はい、なんか辛いな辛い。ドボンと交換会まだでも選ばれてない、まだ出てないんですね。最後はしてないけど、カンさんあげるよ。カンさんあげる。ああそれ一番すごいレアもの。レアもの。お疲れ様でした。そうですね。確かに編集がしてないっていうか、メズミさんのインスタで来ちゃったから、サバイがサバイを見て、でも画質的にはあんまり妥協してる感がないんですけど、ね、めちゃくちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗。まあちょっとあの1635をちょっと試してみようかなと思って。サイズとしてはめちゃめちゃ万能っていうか、あの何の欠点もない感じでいいけど、なんか面白みがないで。あキャノンレンズって優秀なんだけど、全部面白みがないっていう感じがするから、はい、なんかシグマとかもなんかそのちょっと突っ切ったキレキレ感があって、そうですね。意外とキャノンレンズ僕は相性が悪いんだなって最近ちょっと。あシグマはですね、だから24-35 F2、はい、あれめっちゃいいと思いますけど、あれ重くないですか。結構重くないですか。重いです、シグマです。でもあれをスピードブースターと乗せるとフルサイズになる。あそうですよね。フルコードにつけてて、ブラックマジックでもいいと思うんですよ、実質フルサイズになって。 F だから 1.8 とかになる。うん、そう一番明るくなるんですよね。めちゃめちゃあれはで、しかもオートフォーカスがすごいいいです。僕あれ実は紙レンズ、サクレ紙レンズだと思ってちょっと今後していきたいんですなるほど。1835のフルサイズなんで、1835の FSC よりも 24mm のスピードブースターで書く。そうですよね。軽いけどでかいです。あそうですか。でっぱりは今回 24mm のキャノンレンズ単焦点の F2 かなんかを
やっぱりスピードブースター経由で使ってるんですけど、なんかアンレントは良くなかったな。24それキャノンの純正の純正。ああそうですか。ちっちゃくていいなと思ったんですけど、やっぱりなんか岩井監督の対談とか見てても、なんかあんまり解像感ないし、なんか EF レンズって探せば探そうだあんまりないんですよね。意外とないですよね。僕もチャット GPT に毎日聞いてるんですよ。今朝のやつとかだって遅くに開閉撮ったんですけど全然綺麗でしたね。綺麗でしたね。今回ポケット3の色味の良くなり方がえげつないもん。唯一あるのはちょっと線が太いっていうか、そのフルサイズとかがあるようなカリッカリのこの解像感が出ないので、もうちょっと線が細くなれば、もう僕はもうそれでいいと。コモドとかはやっぱ線がめちゃくちゃ細いので、だそれでもう動画はおぞぼけでいいから、一回もう急に線を卒業して、M11 にっていう話です。急に。絶対カズさんも言ってたじゃないですか。出ましたね。あれはちょっと地味に登ってますね。動画撮れないカメラですか。そのくらい突き切らないと iPhone 使わない意味がないって。そうなんです。動かなくて iPhone でいいの。ほらほら一応シャッターボタン押してますから、ね、動画でも。たくさんシャッターボタン押さなかった。いやでも M11 はいいですよ。そうですね。でも動画が撮れると動画撮っちゃいます。そう写真じゃなくて動画撮っちゃう。でもね、そうなんです。でも昔にも写真の方が多かったから、なんか iPhone の待ち受けのこんなやつ全部出てくるんですけど、最近ないんですよ。写真が圧倒的に動画減ると写真が減っちゃうから。そうなんですよね。ないんですけど、結局切り替えて両方ってあんまりやんないの。顔の乗ってる写真あるけど、景色風景とかが全然なくなっちゃって、その旅行行った時の。はいはいはい。逆になんか嫁からすると編集した動画が綺麗に残ってるからそっちの方がいいとか。ああまあまあそうそうね。なんか先進的なのか先進的じゃないのかよく分かんないですよ。あでも確かに、へーすごいな。ある程度は猫ちゃんとも追えると思います。おそのさすがに娘とか追えてるんですよ。これ手ぶれ補正って入ってるんですか。へー動画で。あこれはいいかもしれないですね。じゃあぜひとか。いや買わない。買わない。NSK でいつも明日も続きますが、ええ、今後もね、あの皆さんと一緒に写真とカメラを楽しみながら交流できるような仲間を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでも進化の過程ですから、ね、そうです。ちょっといろいろ至らないと思います。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしいものを持ってきてくれました。テストボードにしてピーターさんが試されます。手引きますよね。そうそうそう、今噛もうとしました。ちゃんとありがとうございました。ビジョンプロ、はい、よかったです。ビジョンプロ最高。はい、動画ご覧いただきましていかがだったでしょうか。すごくね、嬉しい日でした。一番最後にほんのちょっとだけね、カズさんとお話しする、お話っていうか、まあ、声かけさせてもらって、もうツーショットお願いしますってお願いさせてもらっただけなんですけど、あとはもうほんとね、話す時間もないし、話すこういけそうだなみたいな、今話しかけられそうだなみたいなタイミングもほんとなくて、非常に残念ではあったんですけども、でも最後ツーショット撮れたので、それはすごく一生の宝物で、いや嬉しい出来事でした。でカレーもね、いただいて、夕食でね皆さんと一緒にカレーもいただいて、すごく美味しかったんですけれども、LSK 写真展の参加している方々のこう在廊っていうのはもうないのかなと思うんですけど、
まあ、展示自体はね、あの5月何日後半ぐらいまであるみたいなので、ぜひね、あの表参道とか原宿とかあっちの方面行かれた際はね、あのぜひあの覗いてみてもらえると面白いかなというふうに思います。写真もそうですね、あの本当にこう自由な感じっていうかね、で撮られてるような印象があって、なんかよし写真のこうね、良い悪いとか僕はそういうのよくわからないんですけど、あのまあ好印象でした。初めて僕のチャンネルにね、これを機にあの来てくださった方とかもあのいらっしゃると思いますし、あのぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、いいね評価とぜひぜひよろしくお願いいたします。大友潤でした。バイバイ。これから西田さんがね、パリフォトデビューするんですよ、皆さん。森山大蔵の新作と並びますか。すごいね、そう考えると。大蔵先生と並ぶのか、すごいことになってます、皆さん。本当にありがとうございます、いつも。はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。これ勝さんでしょ。勝さんはい、もう一枚。